うん。よっと、これで準備できた。あれんあ、来てますね。大丈夫ですね。こんばんは。いらっしゃいませ。<laughs> <laughs> えっと、今日はこれ動画流す意味あるかなあー、結構音でかい。テスト、テスト。 うん。やっぱりあまり動かないですね。まあいいや。ちょっとあの動画の準備もそれだけしときました。どこで使うかはわからないけど。<laughs> じゃあ、こんばんは。もうちょいかな。1分になったら始めます。こんばんは。えー、っと。うん、見せにくい。こう、こうかな。いや。 うん難しい。<laughs> こんばんは。じゃあ1分ったで、1分になったので始めます。えー、っと、えー、3連休で紅葉ツーリングに行ってきた、行ってきたのの3日中の,さあの最終日ですね。最終日の分から振り返ります。こんばんは。出勤ですか昼過ぎでしたね。<laughs> あのツイッターでずーっとあの、京浜東北線とか一部のキーワードをチェックし続けて、 で、まあ、混乱は収まってないけども、いつもとは別ルートで会社に行きました。いらっしゃいませ。まあ、それはそれとして、こんばんは。えー、最終日はですね、この五色沼っていうところにユース泊まってて、ここから、ね、ずっと峠登って、ここ、修峠っていう、えー、福島県と山形県の県境通ってで、この辺りが昔見た中で一番綺麗な紅葉があったところなんですよ。 具体的にはこの山の方なんですけどね。で、ずーっと下っていて、途中で温泉寄って、で、米沢から新幹線で帰ったという日でした。あ、いいからこんばんは。え、あ、いいからってあえて言うことなんですかね。私はクロームですね、最近メインは。こんばんは。で、これが裏バンダユースホステルの朝です。えーと、これ朝飯の前ですね。 で、朝飯の前に、あの、歩いて5分ぐらいなんで、近くのビシャモン沼見に行ってきました。この前の日の、あの、写真にもありましたけどね。そう、この日はさらにいい天気で、てあの気温も結構高かったですね。そう、朝飯前。で、これ湯気たっていの分かりますよね。ビシャ,ビシャモン沼の湯気。まあ、朝はそこそこ冷えてたんで、これあの、えー、っと、写真のずっと左奥の方で、 あの流,れてる流れ出してる川があるんですけどそこのとこで手突っ込んでみたらやっぱりぬるかったですバイクこれかあ違う違うこっちのことかうんバイクで来る人がやっぱりユース一番多い感じがしますねあと車とどっちが多いかな手前のやつ手前のやつはこれです見てわかりませんかわかりませんかねこれボートなんですけどこれ全部横にしてあるんですかね 横にして、重ねてあるのかなってことはそんなに簡単にこれすぐ出せないですよね。再生機用になんか数用意してあるのかなないですよね。ですね。あ、ファイアフォックス。ファイヤーフォックスはですね、なんか途中で動きが怪しくなってきたんで、あの、諦めたんですよね、使うの。ボトですかね。非防止。 笹かまぼこ、あ、さっきのやつか。ご飯。うん、ご飯おかわりしました。前日、あの、ロールパン3個食べたら途中でエネルギー切れになっちゃったんで、この日は割と、あの、食べましたね。あの、微妙に和洋が混じってますね。飯、しょっぽ。<laughs> 全く贅沢にならされやがって。で、結局あの、この、えっ、ー、と、納豆ですね。私の前に座った同室だった人が、納豆嫌いだったみたいなんで、 それ食べないんですかいただきますって言ってそれでご飯2杯食べました霜が降りて椅子が濡れるからああなるほどああそうかもしれないですね納豆でございますああ生卵そうですよね確かにそうだでえー、っとさっきも同じ毘沙門沼ですけど今度はあこれもしかしていやあんな短時間でこれ並べられませんよね さっきの写真のこの辺りかな、あの、ゴロゴロしてたのは。で、さっき、あの、湯気が立ってた頃には、このバンダイさんに雲かかってたんですけど、配信開始頃にはちょうど晴れてましたね。これがその噴火して、あの崩れてしまったばん、崩れてしまったんでしたっけ。で、その時の噴火で、あの、この辺りの沼が全部できたとかいうコメントがありました。そう、朝ごはん。 バナナが給食っぽい私,は私も確かにそう思うな。リア充ボート。いや、リア充かどうか分かりませんよ。あっ、ご家族だ。これだったら、なんかあの皆さんの反発も薄められますよね。親子でした。というわけで <laughs>、ナイスボート。で、これ、あのハート型の模様がついてる鯉がいるって話だったんですけど、見つけられなかったですね。 でここの水は結構あの透明で綺麗なんですよ。だから恋もくっきり見えます。縄解いたら、あ、ガラガラっていう <laughs>。く見えます。で、えっ、ー、と、この後ですね、あの、昔見たミドロ沼っていうとこあまりにもインパクトあったんで、それを皆さんに見せようと思って、こう、言うほどずーっと歩いてきました。自転車置いて。意外と時間かかりましたね。記憶よりもだいぶ長かった。 で、その途中の、あのー、沼のどれかです。これ、あの、配信だと分かりづらいと思うんですよね。あまりにもなんか綺麗に映りすぎてて、どこがその、米の、あの、沼面なのかって分かりづらかったと思います。人面魚。ハート型がついてるらしいです。固定に SD カードが、そうなのか。64GB とかかな。 ちょっとだけ波が見えましたよね。どっかで、どっかで。この辺り波かな違うかなで、あとは、あのー、沼の水の色はこんな感じですね。深くなってたら若干濁ってるのがわかるのかなこれは。ミ緑、えっ、ー、と、ロはですね、これです。この辺り電波,なか電波がなかったのか、規制食らってたのか、皆さんには放送中に見せられなかったですね。 えーと、ものすごく上かりづらいですけど、こっちが緑色。ここが本来もっと赤くて、向こうは青かったと思うんですよ。昔来た時には。そう、沼、沼って言われてますね。五色沼。五色沼っていうのが総称になるのかな ?256 ギガ。あるんだ二け、256ギガって。熊はですね、熊注意の看板、確かここにはなかったと思います。あったかなで、えっ、ー、と、これ分かりづらいんで、 えー、11年前の写真がこれです。私、前これ見てたんで、あの、皆さんに見せ,見せようと思って、無理して歩いて行ったんですよ。これが昔見た時のミドロルマ電波来た、あの、ダメでしたね。<laughs> ここのところがなんか赤い藻類が茂ってて、こっちにもなんか藻類があるんですかね。これが昔見たときだったんですよ。で、今回はこう。 一応形としては同じなのがわかりますかねまあなんか日の当たり方もな夏が違うんですよね。同じ10月、いや、前来た時これ4月だ。4月の同じ時間ってことは、えっ、ー、と、4月ってことは、日が高いんですかねこっちの方が。だから日の当たり方が全然違うんだ。そう、昔の時のこのインパクトがあったのに、 ダメでしたね。<laughs> あとはもしかしたらこの辺りの植生も少し変わってるのかもしれないです。この沼の中の。ということで。で、その後登り始めました。で、これはいつも寝たりしてしまう、あの、色あせたセブンイレブンですね。よく見たらセブンアイって書いてないのは、どこもそうなんでしたっけ店名がセブンイレブンかな。あとイデ、いでみつもあの色がく,あのくすんでましたね。 でここで補給食とか、あのおにぎりとか、えー、サンドイッチとか買って、で、えっ、ー、と、桧原湖の方へ。このロード練習中っていうのが私、てっきり自転車のことかと思ったら別にそうじゃないんですね。普通に路上でやる場合にはロード練習っていうんですね。陸上部。で、その後これが桧原湖。ここは確か、えっ、ー、と、釣り、釣りやってる。 人が、釣りかなこれは。多分釣りですよね。なんかここであの釣りが、釣りやる人が多いとか聞いたんで、青いですね。まあ、風が、あの、風があんまり強くないっていうのもあるのかな。えっ、ー、と、あ、漬物さんは、まあ、仙台の漬物さんでしょうかいらっしゃいませ。ジョギング練習用人。あ、キロメートルあったかなあったかも。標高はですね、標高は、 ひ,ひばら湖ってのがあの、この辺りかな写真は。で、標高は標高はうーんーと、800メートルぐらいですね。この辺り。スモール、あ、そっか、スモールマウスバス。そう昨日コメントだったのそれでしたね。そうそう。20キロか。割といい距離ですね。ママキャン、んママキャンプ場。どこ低い。 いや、低くないと思いますよ。朝割と冷えてました。うーんーと、湿原なんですかね。あんまり湿原ってイメージじゃないな。ひばいち、あの、ひば、んひばらこ一周か。そう。であの、道はこんな感じなんですよね。あのー、まあ、若干涼しすぎるけど <laughs>、こういうなんかあのこ、木漏れ日がある道っていいですよね。 水見といてなんかこんな道が多い気がする。この間の十和田湖もそんな感じでしたね。あ、サイクリスト。この日は確かに結構自転車多かったですね。地図に。ママキャンプ場。んあ、本当だ <laughs>。ママしかいないんですかね、ここには。キャンプ場多いですね、桧原湖って。 なんか山中湖とかあの辺りな感じ。奈良の山、奈良行ってないなぁ。あといきなりお前とか言うな。緑のトンネルでしたね。で、こっから先が、あの、えっ、ー、と、白布湖、白布湖じゃない。<laughs> 白布峠登るところがスカイバレーっていう道ですね。県道,道2号線。で、うんと、ヒルクライム。あ、そういうイベントやってるんですか、ここ。 でえー、ここはですね、あの道の左右にこの、えー、なんていうんですか、こういうのは、野菜販売所があちこちあって、全部で4か所か5か所ぐらいあったと思うんですよね。で、えー、見づらいですけど、なめこ汁サービスとか、きのこ汁サービスっていうのが、あのみんなどこでもやってるんですよ。で、あれ飲みたいなと思いながら <laughs>、といって何も買わずに。 汁だけの見に行くのもなんかなとか、あのー、この時確か配信できてなかったんですね。もう途中で諦めて。なので、あの、YouTube の GoPro 動画に向かって、あの、一人で喋ってました。キノコ汁のためだけにあの飲んでいくのもな、とか言ってました。えっ、ー、と、近畿はそうですね。近畿あまり行ってないですね。大阪とかもと通過したことしかないし。ん大阪って近畿でよかったっけ そう、青色はですね、あの、<laughs> 色強調なんで、いわゆるビビッドっていう色設定ですね。お、初見さんいらっしゃいませ。ただで、だと思います。だと思うけど、まあ、買い物すること期待されてますからね、基本的には。キノコ、購入したらそうかもしれないですね。もしかしたら。で、えー、ここの道はですね、かなり登ってて気持ちよかったんですよ。 なんですけど、写真はあんまり、あの、普通の道の写真ばっかりだったんで、このぐらいですね。あの、こういう、あの、桧原湖の、桧原湖と、あと、この磐梯山見下ろす景色のところがあちこちあって、その中で一番景色良かったのがこの辺りですね。確か一番上から二つ目か三つ目ぐらいの、二つか三つ手前のところの展望台でした。なんて名前だったか覚えてないですけどね。 奈良の大埼ヶ原。え、なんで私がその奈良の方の、奈良の名所を、あの、巡ってないと怒られなきゃいけないんですかでも行ってみたいですね。でも奈良周辺って言ったら、昔、ソニ高原ってとこ行ったことありますね。ソニ高原とか、柳生の里とか、あとどこ行ったかなでも本当にそのぐらいしか行ってないですね。あとはもう海沿いに、紀伊半島を回ったことしかないです。 がいんくってんよってがいんくってがいんんだめだ、そのひらがなが <laughs>、どう区切ればいいのかわからない。地形がバンダイさん。バンダイさん、これ見方にあの、見る方向によってはこういう形じゃないんですよね。で、登る途中の紅葉はこれかな。まあ、そこそこ紅葉してました。ただ、思ったよりあの紅葉進んでなかったですね。 五八七曲がり。あそんな場所、その名前の場所でした。確か、そうそう。多分それか、その前後、どっちかだったと思います。日本の代表たる。うーんと、じゃあそういうことで。四国は結構行きましたね。海沿いが多い,多いけど。四国の内陸の方といったら、大ボケ小ボケを一回行ったのと、あとなんだっけ。夜景の方もちょっとだけ行ったんですよね。 でってがん食っていがん寄っていって食べていってなるほど <laughs> ひらがなで全部続けて書かれると難しいなで、えー、このあたりはの実質的なピークですあのシラブ峠っていうところがほんのちょっとピークから向こうにいたところにあるんですよこれでちょうど昼ぐらいかな12時過ぎぐらいソニック高原えー、っとソニ高原って出るかなソニーソニーあ,ーあったあった こんな感じのやつ。えー、っと、なんかですね、すすきの原があった覚えがあります。といってもそれも10年以上前だな、言ったのは。えー、っと、舟林の何言で大様な生態系。なんですかそれ、ウィキからコピーしてるんですか言ってきなさい。ありがとうございます。えー、っと、この日は自転車で登った高さはそんなに高くないです。1000メートルも登ってないですね。 6 0 0ルか7 0 0ル差ぐらいかな。で、ここがシラぶ峠の,あのトイレと、えー、駐車場のある、駐車場のある峠、シラぶ峠です。で、ここであの結構他の自転車の人とかも来てて、話をしながら、えー、まあ、話をしながらといっても、話をした後一人で飯食ってました。あの折りたたみ椅子持って行って。えー、っと、甘い、赤いのは、ん赤いの。 これですかねこれはなんかあの、作業用の、えー、っと、なんていうんですかね、壁。作業中、向こうが作業中になってる壁です。のことかな、赤いのは。で、これ昼ご飯で、あとあの、いくつか露店が出てたんで、露店って言うんでしたっけ合いの、あの、玉こに約200円食べました。えー、これ前日にも玉コん食ったっていう写真見せましたけど、こっちは普通のからしなんですよ。 やっぱりこのからして食うよりは、マスタードで食った方がうまかったなぁ。しかもこっち100円だったしなこっちは中津川渓谷レストハウスっていう、あの、レイクラインの途中にあった店ですね。えー、っと、広助文学費。あ、あ、手あったっけなんかあったかもしれない。写真も撮ってないな650円。うん ?650 円えー、っと、これですかね。 100、250、300、ん ?350 ぐらい、600円分ぐらいかな、これで。しょぼい昼食。うーんとですね、メニューがしょぼくても、食べる場所によってですね、かなり、あの、自分にとっての価値は上がるんですよ。自分で持ち上げていくと。あの、持って上がっていくと。マコン特別好きってわけでもないんですけどね、コンビニやめようぜ。なんかこの、スタイルに関してうるさい人いますね。あなたうるさいです。 まあそのあたりはもう個人のこだわりですね。私はなんかそこまで食に対して、食というか、スタイルに対しては、あんまりこだわってないですね。まあ人に、人、あの見る人によっちゃっこ悪いだろうし、私から見るとそこまでこだわらなくてもいいかなって思うんですよね。まあそれはあの、相手を否定することなしにやった方がいいんじゃないかな。自分はこだわるっていう感じで。で、えー、すいません、コメントがまた。マスタード、こんにゃく。 ヨアモンシペダルという漫画知ってまますすけど読んんだだことまだないんですよレース系なのであんまりあのツーリング系しか私はあまり興味なくてレースが嫌いだって言ってるわけじゃないんですけどね昔はあのなんだっけえー、っとシャカリキっていう漫画を少し読んだことありますあの徒歩宿っていうところに泊まった時にで、えー、っとこれがあの今回一番期待してた紅葉の場所なんですけど思ったほどじゃなかったですね あー、ちょっとあまり動かすと綺麗に出ないか。えー、こっちの方がいいかな。まあ、これでもあの、鹿いっぱいに広がってるとかなり綺麗ではあるんですよ。昔に比べたら、もっとひどかったんでしたっけ、私って。そう、腹が減っていればっていうのと、まあ、シチュエーションですよね。孤独の、ああ、そういうの見たいなもう一週間ぐらいは早かったですかね、これ。 えっと、また比較よに昔来た時のその一番綺麗に見えた時の写真があるんですよ。それがこちらです。えっ、ー、と、観光地でも食費はあんまり高いもの食おうって思わないんですよね。今年はそう、紅葉がちょっと遅れ気味らしいです。これが2003年の10月11日。で、こっちが2013年の10月14日。あの、時期的にはほぼ同じなんですよ。でよく見るとあの、 この辺りの模様が同じ場所なんですね、これ見てるの。こう。この右上の辺りに V 字型が見える、ここのところが同じですよね。なので、もうちょい遅ければよかったかな。えー、っと、今年はこういう何月になれば、もう1週間ぐらいだと思います。カメラはですね、あの、ソニーの DSC-RX100 っていうカメラです。 いあの色がどうこうっていうよりは細かく映るんですよねこんな感じであこれ縮小してる方かえー、っと傾斜20%余裕で登ってました主人公らしくないななんか大体いい主人公はな必死で頑張るもんじゃないんですかね熱血漫画的には20%鼻歌で登ってしまうとなんか主人公っぽくないな敵役っぽいな ということで、えーと、山の顔は変わる。今年は、そうですね、あのー、やっぱり暑かったのがあるんじゃないですかね。紅葉。で、あと、これが、あの、双竜郷っていう、あのー、双子の層に、えー、ドラゴンの竜かな、あれは。に、小仙郷の秘なんですけど、何が双竜郷かっていうと、ここと、えーと、あと、どこだっけ、ここ。これ、ちょうど影になってるんですよね。 えっと、ここのとこと、ここのとこに滝があるんですよ。だから、総流橋です。ここを前したときは結構こうしてたんだけどなぁ。あ、年々遅く。そう、やっぱり暑くなってますよね。九州巡りかぁ。私は今回、阿蘇にも行こうかと思ったんですけどね。ちょっと迷ってこっちに来ました。あぁ、寒暖差が。寒くなるって話だとちょうど寒くなり始めた時期だったみたいです。で、この後、 えー、下っていた途中の白布温泉っていうさっきの地図に出てた、出てた、あーっとこれか。ここですね。白布温泉。で、これ、あの、前日泊まったユースで聞いてきたんですユースに泊まってた、えっ、ー、と、前日にその温泉行ってきたって人から直に聞いたんですけど、この西屋旅館っていう、あと近くに中屋と東屋、東屋かな東屋かなってのがあるんですけど、 そこの温泉がすごくいいって聞いたんで、そこに入ってきました。えー、っと、500円です。で、写真じゃわかんないんですよね。<laughs> ここ何がすごいって、あの、滝みたいに温泉がかけ流しなんですよ。滝みたいに温泉がかけ流されてるんですよ。この上からじゃんじゃんあの滝みたいに入ってきて、で、あのこの下に、 浴槽があってで、その浴槽からもあ溢あふれ出しっぱなしなんですよ。で、これあの浴槽の横の,あの渡り廊下で、向こうが女湯で、こっちが男湯なんですけど、この下をですね、常にお湯が流れ続けてるんですよ。で、えっ、ー、と、ダブルドラゴンゲームですね。アソドックは知らないです。えー、ちょっとコメント全部すいませんあの、全部対応できなくて。 例年より寒くなる。寒暖差が激しくなるのかな。ここの坂。ああ、そうそう。この辺りの白部の温泉の温泉地抜けるところは上りひどいですね。今回下りだったんだけど。<laughs> あ、打たせウです、これ。で、この打セせウが、他の人もやってたんで、私下に立ってみたんですけどね、あんまり暑いんですぐ逃げました。これ多分源泉がじゃんじゃんあの流れてきてると思うんですけどね。 泉質はですね、あんまりぬるぬるしたり濁ったりはしてないけど、あの湯の花みたいなのがたくさん入ってました。そう、まさに湯水のようでしたってツイートで私そう書きましたね。そう、熱湯打たせ湯。で、源泉もっと熱いらしいんですよね。ある程度薄め、あの、冷ましてあの状態なんだと思います。あの状態なんだと思います。えーと、単純温泉かな。ちょっと調べないとわかんないですけど。いや、私はあのかなり短いです。 湯上がりが気持ちよければいいっていう人間なんででその後あのえー、っと風呂上がりの状態で涼しい中下っていくっていう最高の釣り最高のえー、っとなんて言うんだろうこれ <laughs> 最高の走行っていうのかな一番気持ちいい時ですねあの猿とすれ違いましたえー、っと高めだから空気にだと思いますけどね えーっとあ、あと5分、4分半か。微妙に時間足りないな <laughs>。で、ここからは、あの、米沢市街へ下っていくだけです。で、私、これ、あの、嘘の、木彫りかと思ったら嘘じゃなかったです。あの、後で写真出てきます。尻が赤いです。私もこの時、GoPro のそのマイクに向かって、あの、顔面も尻も赤いから全部わかりづらいとかつぶやいてましたね。猿。あ、そっか、ツイッターにも似てますね。確かに。 ああ、間違えた。ああ、配信するが。ああ、間違えた。ちょっと待ってください。えー、っと、あ、これでよし。いや、時間足りると思います。で気持ちいい、気持ちいいこの農村風景なんですけど、これ、ピンボケしてるんですよね。写真失敗してました。向きが。で、あのこの時あの USB オーディオが壊れたって話、昨日してたんですけど、 で、ウェブカメラのマイクで、あの、風防できてないんで、うるさか、うるさい配信になってたんですよね。あ、そう、途中から配信再開したっていうのを言ってなかった。で、そこら辺に生えてたススキをこう、ススキの方を取ってですね、えー、メンディング、あの、マスキングテープでぐるっと巻いただけっていう、この風防をや、試しに冗談でやってみたんですけど、めちゃくちゃ効果ありました。本当にこんなんでも、あの、効果高いんですね。で、今、あの、私の機材袋の中にまだ、あの、 ススキの方が入ったままになってますまあ一時しのぎなんですけど本当に効果ありましたねそうで走ってるあの <laughs> こう巻いているは旗から種が飛び散るんですけどねと盗撮兵器でえー、っと下っていってそうで途中なんかなぜかあの餅の話をしてるときに餅屋さん見つけてえー、っと上杉謙信の上杉 石田味噌っていうこれ250年前から店がやってるってことなのかななんか味噌屋さんなんだけど餅もやってる味噌餅とか餅味噌なんだっけこれまぁいいやそう、あのちなみに私餅が大好物なんですで行ってみたらこんなあの貼り紙あったんですけどねあらちょっと待ったちょっと待ったえっとあれ あ、治った。いや、すみません。私の方の話です。なんか今、音が右からしか聞こえなくなって。で、えっ、ー、と、これはですね、あの、単品で売ってるお餅が終わったっていうだけで、餅料理は普通に食べられました。で、ちょうどあの新米にな、新米に切り替わった時のタイミングだったらしくて、あのこの店っていうのがですね、あの、えっ、ー、と、自前で田んぼ持ってて、 で、そこで作ったもち米を使って持ちついてるっていうところなんですよ。で、10月に入ってからその新米のもち米になってるんです。なので、えっ、ー、と、今の時期は人気があってすぐに売り切れるんだそうです。そう、持ちサミット。持ちサミットの話も、ああ、この枠じゃ無理だな。次役にほんのちょっとはみ出して今日は終わると思います。で、これあの、えっ、ー、と、陣弾です。人談。 この辺りではずんだのことを人段っていうらしいです。ずんだのことをって言い方もちょっとおかしいかな。あの、そま豆の、そま豆を甘く、甘いあんこにしたやつが、えー、仙台の方ではずんだで、こっちは人段っていうらしいです。あー、次は句ですね。<laughs> 無理して入れてもどうしようもないな。週2回ぐらいしか、ん明けたないが、いや、あのー、 んどういう意味だろう <laughs> お餅がですね、あの、新米の時期はすぐに売り切れるっていう話なんですよ。尋談。あ、尋談も確か同じ語源ですよね、その、尋で打つみたいなのは。あ、ということで、じゃあ、次役ですね。えー、っと、じゃあ、この、写真で、次役に移ります。お疲れ様です。 次は多分5分が10分ぐらいで終わると思いますそれではそうどうかしらごですあれどうするかなよしいらっしゃいませじゃあ1分なったらまた始めますなんか今日はいろいろ言葉が出てこないです うまく喋れてないです。いつもにも増して。結局、もち味噌だったかな味噌餅だったかななんかこれ、あの、味がついた餅らしいんですけどね。えっ、ー、と、その時の動画がそういえば、えっ、ー、と、どの辺りだこの辺りか。 餅のあたり、餅のあたり。この辺りか。あった。あ,あ、出たとこだ。この辺りですね。せっかく動画あの用意したから流しとこう。いらっしゃいませ。5分で終わらせないよう。意外となんかネタが詰まってるところは時間がかかったりしますね。あ。 西キリンさんいいらっしゃいますやっぱりあの西,が西の方になってるのかそうお餅ワッフルあのモッフルというのは商標なのであそうそうモッフルで思い出したあのー、えー、っと今週末私は岩手県の餅サミットっていうのに食べに行くつもりなんですけど今年はあの全国から出店しててその全国から出店の中にあのー、伊豆の天城峠の モッフルのあの店が出店してましたえーっと言う話はコートでだけ言ってもあの全員に分からないな銀行か顔そうかなあ髪型はですねあの温泉入った後すぐあの手ぬぐいかぶってヘルメットかぶってたんであのペターとなってたんですよでそのペターとなってるのを無理やり前に持ってくるとこうなるんです そう、行きます。えっ、ー、と、片道新幹線で1万ぐらいかかるんじゃないかな。持ちサミットは一応配信する、するつもりです。あの関係者の人から好きに配信していいともいう、あの、ツイッターで言われたので。ずら、ずらっぽいよな <laughs> 自転車転落現場の、いや、あの店じゃなくて、昔あの、アーツさんたちと一緒に、あの、洋昇さんが初峠、初峠登りやった時の、 あの時配信したんだっけま、あその、天城峠の近くの方の店なんですよ。プーさんの顔、あ、これか <laughs>。じゃあ、そのな、なしくず、なし崩し的に続きやります。あ、そうそう、イノシモフルでしたね。覚えてますね。<laughs> あれは配信したんでしたっけそれと振り返りだけやったんでしたっけねあれは。というわけで、美味しかったです。意外とあの、餅の量多いんですよ。餅2枚使ってあるって言われてました。 えーとですね、あのー、表面はサクサクしてるんですけども、しっとりしてる感じなんですよ。あのパリパリ感はそんなに強くなくて、あのー、なんていうのかな、その、つきたてのもち、つきたてともちょっと違うな、あの、餅の食感です、あのいつもの。この餅の模様は多分クマだと思います。なんでクマなのかはちょっと知らないんですけどね。 えっと、ネズミの国は関係ないんじゃないかな。多分、あの、そんなに似てないんじゃないかな。な、何を言ってるのか大体わかると思う。大体分かってるけど。そうそう、ずんだじんたん。あ、つけもさんいらっしゃいませ。どっしり来ますね。まあ、この後の米沢牛食べようと思ってたんで。で、これ途中で見かけた、あの、柴犬だらけの家です。この <laughs>、ご主人が出てきてみんながそっち見てるんですよね。可愛かったです。 で、このこいつだけは、あの、こっちねと、後で気がついてめちゃくちゃ吠えてましたね。そうそう、柴犬。で、こっちの方にあの、犬譲りますって書いてあるんですよね。ここになんて書いてあったかな柴犬子犬の、うん、柴犬子犬の、まあ、いいか。元写真だと多分読めるんだけどな。 えっと見えただけで10匹ぐらいいたんじゃないかな ?1、2、3、4、5、610匹ないですね。ん常時募集なのかな <laughs> まあいいや。そう、私も生って見えるんですよね <laughs>。まあそういう趣味なのか、どうなんでしょうね。 愛犬家の人なんですかね。で、えっ、ー、と、これはあの、速溝の蓋がものすごく荒くて、あの、足が挟まりそうだっていう話をしてた時に、あの、雪落としよっていうふうにコメントで教えてもらいましたね。あの、雪をここから落とすんだそうです。ん生まれておりますかだったかないらっしゃいませ。紐で繋がれて。だってあの、話し合いしてたらみんないろいろ言うじゃないですか、今時は。私はそんなになんか話し合いしてても、 よっぽどなんかあの、癖が、あの、噛み癖が悪い犬じゃなければ問題ないと思うんですけどね。噛むところまで行くやつほとんどいないし、<laughs> SD カード落とし言うな。<laughs> で、この後、えー、っと、地図で、あの、コメントでこれも教えてもらったんですよね。私あの、なんとか米沢来てるんですけど、これがあるの知りませんでした。上杉神社。 とえー、っと、これは米沢城司ですかね。もうお城の方、あのお城があったかどうか全然わかんなかったんですけど、えー、っと、上杉謙信公が最終的になんか左遷されたとかコメントで言ってましたけど、一番最後に来たとこなんですかね、米沢。影つって人が影武者だとかなんと,とかコメントで言われてたような。超有名、すいません、私、あの、 史跡とか歴史が何にも知らないもんで。高山と書いてこれなんて読んでしたっけ春日神社。謙信はなく、んなくなってるなくなってるでもこれ謙信ですよね。上杉謙信公の像。あとこの、えー、っと、この書。文字自体はなんか子孫の人が書いたみたいなこと書いてあったと思います。謙信の孫 よの影勝が左遷され、あ、そういう話なんですか。え、じゃあ、剣心さんこっちに来てないのかなこの公園にまでなってるのに。は、仙台。あ、そうなんですか。上杉、えー、っと、ろろ鷹山でしたっけ鷹山か。ありがとうございます。で、中に神社もあって。で、これ、昔私見たことあるあの、前、通っあの、この近く通ってるんですよ。 えー、博物館でしたっけ博物館ですね。上杉博物館。で、これの前通って、突き出てますね。で、米沢駅に到着。ここまでだいたい50キロぐらいかな。あ、越後で。で、この辺りのガラス張りの感じが、あのー、 山梨県の、えー、っと勝沼ブドウ京駅にちょっと似てると思いましたそうモダンなリキッドじゃないけど駅ですねやっぱり駅なのかであの米沢牛どこで食べようかっていうのを途中まで迷ってたんですけどあのコメントで Z さんからあの店教えてあのツイッターでも店を教えてもらったのででその店に行く前にこれですね うーんと、これ、経緯知らない人にはどう説明したらいいのかな。また持ちネタなんですけどね。えっ、ー、と、峠の力持ちっていうのが何かっていうのから説明しなきゃダメですよね。<laughs> この峠の力持ち何かっていうと、えっ、ー、と、昔、昔に、あの、アーツさん、アーツさんとエイチさんと、 あと、誰と誰と行ったんだかな。あと、A さんと、全部で4人で行ったんだったっけあの、ツールド・ラ・フランスっていうのに出るために移動する前日に、この峠っていう駅からまで臨行して、こっから降りて走って行ったんですよね。で、この峠駅っていうところで、あの、唯一、あの、なんていうのかな。 これ、ものすごい田舎中,中どころかの近くに民家がないとこなんですけど、駅前にその峠の力持ち本店があって、あの売り子さんが誰もいない構内で持ち売ってるんですよ。多分、その鈍行列車が通るときにだけ売りに来てるんだと思うんですけどね。あと、新幹線通ってますけど、通過するだけです、ここは。というのを昔、あのここに実際行って、峠の力持ち買って食べた覚えがあるんですけど、それの米沢支店です。 っていうとこまで、そこまで説明しなくてよかったかな。えー、っと、わざわざ持ちを買うために、そうそう。あの、雨が降ってるから、もしかしたら次の列車でまた臨行しなきゃいけないかもしれないっていう時に、時刻表見たら次が5時間後だったっていうとこですね。あの駅をもっぺん行ってみたい、も,もう一遍行きたいとこなんですよ。面白かったです、あそこ。で、まあ、これ普通の店です。なんかよくわからないキャッチが書いてありましたね。 これはの三兄弟ネタともちょっと違うと思うんですけどどういう意味なんですかねあ、そうそう、車庫みたいなとこです。その時のウェブアルバムもあるんですけどね。まあ、ちょっとこれの写真だけしか撮ってないですけどね。で、でこれがあの Z さんからツイッターで教えてもらったマルブンっていうあの米,米沢牛の店です。 まあ、あの、ステーキとかお高いのが、そんなにお高くないのかな。ステーキが4000円弱ぐらいで、このあたり割と手が届くとこだったんで。で、こういう風に並んでると私はこ,これを選びますね。やっぱり牛鍋。で、あの、店内であの、さっきの、えー、っと、さっきの、どこ行ったこれ。これ。これの正体が、 これでしたこれ鷹ですよね上の絵があのー、さっきの絵はですね <laughs> 3兄弟ともちょっと違うんですよ3兄弟ってこの3つじゃないですかこれはそういう単位の生き物じゃないですよね団子三3兄弟は1つずつが生き物なんですけどこっちはあの1本で生き物になってます謎めいた看板あとで正体がわかると面白いですよね 高い高いかなぁ。どうなんだろう、相場的には。米沢牛米牛じゃないや、えーと、松阪牛なん,かなんかもかなり高いんですよね。そう、生き物、生物。芋煮が1500円、まあ。で、あー、順番待ち、こっちの方が良かったかな。こっちを先に見せてから、これがあの、2000円の牛鍋の定食です。で、これがその牛鍋でございます。やっぱ肉柔らかかったですね。 あの筋があったりしないですね牛肉あとのこの辺りの小鉢もなかなか美味しかったですえっ、ー、と肉赤い時の写真はあるんですけどなんか写真的にはいまいちかなと思って外しましたあの赤い状態でも撮ってましたけどね肉が少ない最初はこの肉は一面に敷き詰めてあってそれを端っこに寄せてあるんですよ 肉の量は結構あると思います。で、来た瞬間に申し訳ないです。で、この後あの、すぐ近くの、本当にさっきの店は駅前だったんで、で、米沢駅まで移動して、パッキングして、で、パッキングしてからですね、列車が、あの新幹線あの、もう混んでるから予約してたんですけど、1時間半ぐらい余っちゃいましたね。で、その1時間半何してたかっていうと、 この待合室でコーヒー飲みながらテレビをケーと見てましたあの前日に前日にかなり寝てたんであまり眠くならなかったんですよね稀勢ですあ、えー刺しが入ってるっていうのはあの霜降りかってことですかねどうだっけなそんなに脂肪は目立ってなかったと思いますんぶどうが銀なんてぶどうはこれかそうかそうかな <laughs> マスカットですね 写真とか見ながらですね。で、えー、この後、翼120何号か、150何号だったかな。これなんか、臨時の、臨時の編成だったらしいんですけど、これで帰りました。やっぱり、あの、帰りは、あの指定席いっぱいになってましたね。えー、っと、美人度は全国ないぐらいでしたか。あのー、さっきの餅屋さんの、 おかみさんの、えー、っと、お母さんの方は結構美人だったと思うけどな。帰るときもスカイジャージ。いや、帰るときは、長袖ジャージ着てましたね。あの灰色っぽいサイクルベースアサヒジャージを着てました。持ちサミットの告知はですね、告知、告知か。えー、っと、一応じゃ振り返りはこれで終了です。3連休の紅葉ツーリングの振り返り。 えっと告知ってほどでもないんですけどあの私はツイッターであのこういうこと書いてますうんと今見えてんのかなえ今週末はですね一ノ関市に行ってあの餅サミットっていう餅料理をいっぱいあの集めたまあ今回は道サミットっていうのにって昼飯食べましたけどあんな感じのイベントに行って 食べてきます。で、まあ、できるだけ配信もしようと思ってます。で、あのー、去年行った時そうだったんですけど、あのー、一人でやろうとすると無理なんですよ。ほぼ、あのー、並んで待ってる時間になるので、だいたい10分並んで待って、まあ、2、3分で食うっていうのを繰り返してたんですけどね、並んでる間、その並んでる人映し続けるのもあれだし、なので、ちょっと複数で行けたら、 ある程度配信できるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ今んところは誰も名乗りはないです。で、えー、っと、20日に持ちサミットに行くつもりです。で、19日土曜日は、えー、去年はあの、三陸の方を通って、あの、気仙沼とかを通って走って行ったんですけどね。まあ、今回そこ、同じところ行くか、あの、全く別ルート通ろうかっていうの今計画中です。そう、パシリ募集でございます。パシリというかあの、 互いに並んでは買ってきて食うっていうのをそのある程度重ね合わせれば配信的に見られるんじゃないかなと思ってあとは人数が多ければあのたくさん種類買ってきて少しずつ食べるってことができますからねあの一人だとですね一人だと6種類ぐらい料理を持ち料理買ったらもうちょっと腹的に持ちませんねそう手分けしたいんですよまあ一人あの最終的に一人になったとしても 配信はせずに自分で楽しみますけどね。アップルパイみたいにそういうことありましたね。じゃあ、ということで、えー、振り返りと、あと今週末どこ行くかって話をして終了ですかね。えっ、ー、と、配信するどこ行った。あった。地元の人。うーん。まあ、基本的にはなんかある程度知り合いの人が一緒にいてくれると来やすくていいんですけどね。まあ、ただの現地で、あの、いきなり合流っていうのでも全然問題ないです。 そう、なんか、名指しで人をあげるとですね、その人に負担かかりそうで嫌なんですよ。だから私はよそ見しながらの告知するっていう感じのやり方をいつもやってます。というわけでありがとうございました。じゃあまた今週末ってことで、終了でございます。じゃあおやすみなさい。あれ終了どこに行ったっけ終了はあ、これか。じゃあありがとうございました。